ん？強烈な匂い。間違いない。鼓の鬼がここにいる。いった。珠代さんに手当てをしてもらっているが、怪我は完治してない。その怪我が痛くて痛くてたまらない。俺はもう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ炭治郎、自分を信じろ。俺は長男なんだから。もう目の前だ。マレッチ、マレッチ、あれさえ食えば50人、いや100人分、マレチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら小生はまた12鬼月に戻れる。見つけたぞ、鼓の鬼。虫けらが何度も何度も鬱陶しいぞ。体たし、虫め、虫けらどもめ、今度こそお前を斬る。消えろ虫けらめ、消え失せろ。間合いの内側に入ろうと突っ込んでいったとき、痛みが走って足がもつれたら、俺は輪切りだ。よそ様の家に土足で上がり込みおって八つに裂かれて後悔しろ、虫けら。目障りできない速度じゃない、落ち着いて見極めろ。小生の邪魔をするな、年虫が。最初に戦った時に気づいた。右肩の次に足を、このまま決める。消え失せろ。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって、くそ、いまいましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て12鬼月に戻るのだ。消えろ虫けら。
女性は強いのだ。形にもなれる。見えた、月の糸。君の血気術はすごかった。小僧、答えろ。小生の血気術はすごいか。すごかった。でも人を殺したことは許さない。そうか。そうだ、血を取らなきゃ。こんなの作って。ユシロウさんは器用だ。猫？あ、君が珠代さんのところへ届けてくれるんだな。よしよし、ありがとう。これでよし。じゃあ、気をつけて。おお。ユシロウさんの術で、泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くと、また姿を消すとは聞いてたけど。成仏してください。テル子たちを探さないと。キヨシ、テル子、炭治郎さん、よく頑張ったぞ。さあ、外に出よう。足は大丈夫か？はい。あ、善逸と正一の匂いがする。外に出てるな。二人とも無事。血の匂いだ。どけ！刀を抜いて戦え！この弱みそが！炭治郎、俺、守ったよ。お前が、これ、命より大事なものだって、言ってたから。これ以上俺の邪魔をするなら、お前ごと箱を串刺しにしてやる！やめろ！ああ？
うわー、音、頭骨割れてない？あ、ん？え？女？え？顔？なんだこら、俺の顔に文句でもあんのか？君の顔に文句はない。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ、かかってこい。ダメだ、もうかかっていかない。おい、てこっぱち、俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ、覚えておけ。どういう字を書くんだ。俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。うわ、倒れた。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。え、怖っ。炭治郎、頭から血も出てないし、どんだけ頭硬いんだ。本当にありがとうございました。家までは自分たちで帰れます。ありがとう炭治郎さん。ありがとうございました炭治郎さん。善一さんもありがとうございました。翔一くん、俺を置いて行っちゃうのかい。ダメだダメだダメだ、翔一くんは行っちゃダメだ。翔一くんは強いんだ、翔一くんに俺を守ってもらうんだ。翔一くんは嫌がってるだろう。俺を放っていかないで。いい加減にしろ。気をつけて。はい。うっ、起きた。勝負勝負。おい、どこ行く。山を降りるんだよ。まだ勝負は終わってねえぞ。疲れてるだろ、いいから降りるぞ。はあ、俺は疲れてねえ、勝負だ。こらー、山を降りろ、山を降りろ、カー。さあついてこい、この私に。カー、カー。ほら、カスガイガラスもああ言ってるぞ。知るか、来いやデコッパじゃ。